ランカーマイは、ルーンクエストの背景世界、クローランサに登場する架空の神聖。天宮の神々と呼ばれる初期の神々のモスタルと、俺のあの子。長老の神、知識の神、法律の神として知られる。ランカーマイの知識は広大なものだが、未だ完全ではなく、その神徒や賢者として知られる、死災階級に、その見聞を広めることを奨励している。そのため、 その寺院はシントラの地の滲むような努力によって築かれた一大図書館、学級のふとして巧妙であり、特にグローランサ北方の大陸ジェナーテラの南部、エスロリア地方のノチェットにある知識の寺院で記されたと、される文書の抜粋が、ルールブックのあちらこちらで見受けられ、その文書の多くが以下の祈りで締めくくられる。王法の神ランカーマイよ、この書を守り、盗人の指を切り、 目を焼きた前、ランカーマイは、もともとは、イエルムを中心とした天空の神殿の知識神として知られていた。が、何らかの理由で、皇帝、イエルムと不仲になって、スパイクを降り、放浪の末に、嵐の神殿に、オーランスの参謀役として迎えられた。この頃オーランスは、イエルムとの長年にわたる競争関係にあり、その主たる範囲にイエルム側の不正があると主張していた。 その後、大暗黒期に、ワクボスの息子ティエンに、恋人、知識の光を殺害されたことにより、彼女を求めるため、シセル皇帝、イエルムを探す、オーランスの旅に同行して、光持ち帰りし者たちの一柱として知られるようになった、とされる。その穏やかな深格から、これといって、明確な敵を持たないイメージが強いランカーマイだが、例外的な神を二柱ほど挙げる。 ありがとうございます。